どうも、後藤照樹です。今回ね、DM いただいてそれに答えたいと思います。これについてどう思いますか？できれば動画にしてください、くださっち、お願いしますっていうことなんですけど、何についてかっていうと、画像がですね、前澤友作さんのお年玉10億円、プレゼントみたいな、100万円で皆様の人生がハッピーになりますようにっていう、こう企画なんですけど、僕もこれ応募したんですよね。これを応募してね、選挙で使い、選挙の試験としてね、供託金に使いたいなと思います。っていうことで僕は、リツイート、フォローとリツイートしたんですけども、まあ、特にコメントしないでね、フォローとリツイートだけしましたが、僕はこれがいいと思います。いいと思うんですけど、いいと思うけどダメだと思います。いいと思うけどダメっていうのは何かっていうと、10億円でしょ？この人、前澤さんって1000億あるんでしょ？俺がね、前澤さんの参謀だったら、前澤さん10億円じゃダメですと。1000億にしてくださいと。10億円だからダメです。だから小物になっちゃうわけ。前澤さんが小物なのはね。10億円という中途半端な額をやっちゃうから。この人だって1000億持ってますって1000億なんか、通帳かなんか出したんでしょ？それあるんだ。1000億あるんだ。1000億全部やればいいじゃんか。1000億をお年玉でチャレンジみたいな。チャレンジというかプレゼントみたいな。そうすれば、前澤さんすごいと。確実になりますよね。あの10億で100万円だと1000人にしか行かないんですよ。1000億で100万人だと計算したら10万人に100万円プレゼントすることになります。10万人に100万円プレゼント。こんなことしたら大変なことになりますよね。本当人生というか世界変わりますよね。日本でやっぱ激震走りますよね。さすがに1000億を、お年玉でプレゼントするってちょっと常軌逸してるじゃないですか。上記してるからいいんですよ。前澤友作、なんてやつなんだと。頭おかしいんかと。でも、そういう人じゃないと世界変えられないんです。10億だからダメなんです。10億円持ってる人が10億やるならいいですよ。この人1000億持ってるって言ってるのに10億しか出してないからダメなんです。1000億持ってて10億しか出さないから990億持ってるわけでしょ？990億持ってるんだったらなんかもう 金持ちの道楽としか思えないです。ただの実験としか思えないです。これ1000億持ってて、1000億全部あげますと。もう世界変えたいんですと。みんなに幸せになってほしいんです。1000億持ってる、もう持ってるけれども、もう1000億プレゼントします。無一文になります。もうそんなことしたら、やっぱ心打たれるよね。さすがに俺も心打たれますよ、そしたら。それやんないからダメなんです。1000億持ってて、10億しかやんないから990億も残ってんでしょ。別に痛くないじゃん。10億ぐらいいいじゃんって思っちゃいますよ、こっちはやっぱ。正直。そうでしょ？だって10億、さあ、あげても990億残ってんだよ。990億ってすごいじゃんか、990億。うん、990億持ってたら、ねえ、すごいじゃんか。それ持ってるんだから、10億やったって990億持ってんでしょって思っちゃうよ、こっちは。でも、1000億円持ってて、1000億円全部出しますと。もう、ほんと無一文になってもいいんですと。僕は世界を変えたいんです。みんなを幸せにしたいんですってなったら、頭おかしいんかって、正気かってなるじゃんか。でもやっぱ、前澤さん応援したいってなるじゃんか。そしたら、仮にね、10万人から漏れたとしても、前澤さん男気あるとか、すごいってなるじゃんか。この人さ、まだ990億持ってんだから、だからダメなんだよ。だから小物なんだよ。だから、まあいいや、やめとこう。だからね、正直、この人がさ、仮に1000億円から、1000億円持ってて1000億配ったとしよう、プレゼントしたとしよう。でも無一文になるって言うんじゃん。無一文になっても、この人だったらさ、どうとでもなるでしょ。食っていけないってことないわけじゃんか。この人だったら、ビジネスの才能あるわけだし、ビジネスの才能なくても、10万人にね、100万円をプレゼントしたらさ、みんな助けてくれるよ。前澤さんがちょっと生活できなくなったら、うちに来て泊まってくださいとかも言うし、なんか仕事出しますとか、確実になるでしょ。うん、1000億円配っても、将来的に1000億円以上のリターン必ず返ってくるのに、この人は1000億円じゃなくて、耳っちく10億円しか出さない。10億円しか出さないからダメなんです。仮にね、もしさ、1000億円出したとしても、きっちり1000億円じゃないわけでしょ。おそらく1000億円、1000何千万円、1000何百万円とかあるわけでしょ？いいじゃんか、そんだけ持ってて。ねえ、世の中には、そんな何十万円もない人いるわけ。何千円、何万円、そんぐらいしかない人もいるわけ。この人10億円をね、お年玉100万円あげますとかやってね、パフォーマンスしてるけど、どうせ990億円持ってんだから、
990億円持ってるやつが、なんぼのもんじゃいって話ですよ。なんぼのもんじゃいって話じゃないですか。だから、結局ね、お金もらっても、ありがとうございますで終わっちゃうよ、これ。終わっちゃう。額じゃないんだから、パーセンテージの問題。自分の資産に対して何パーセントをやってるかの問題。だから、1000億の10億って何パーセントだ？計算がすぐできない。100億で1億。あ、1% だろ ?1%。所詮 1%、1% プレゼントしてるってできないんだよ。年収、例えば200万円の人がいたとしたら、2万円をプレゼントしてる。まあ、2万円大きいけどね、大きいけど、1% なの、1%。うん。1000億円の 1% プレゼントしてるに過ぎない、10億円を。うん。俺はそういうふうに冷静に見ちゃうから。うん。だから、正直、だから金持ちの道楽としか思えない。でも、その、俺はベーシックインカム普及をすべきって僕は言ってるんで、それは賛成です。僕はもう選挙広報にも前から書いてますし、ベーシックインカム普及すべきだと僕は言ってるんで、そこには賛成です。ただね、なんかあまりにもね、お金持ってるやつがね、それはベーシックインカムは、普及、ベーシックインカム、お金持ってる人はちょっと辞退してくださいっていうふうにはします。僕は例えば年収1億とか持ってる人がね、ベーシックインカム月8万円もらうとか、おかしいっていうか、おかしくはないけど、それは辞退してくださいって話じゃんか。正直年収ね、200万円の人と1億円の人が同じ月8万円もらうのはちょっとおかしいじゃんか、肌感覚的に。俺のね、だから高所得者の人は辞退してくださいと、高所得者の人にはベーシックインカム支給しませんよと、で俺はそういう風にしていきます。所得はどのくらいかちょっと検討中ですけども、所得によってね、月8万円なのか、月5万円なのか、月3万円なのか、7万円なのか、ちょっとそういうのも、ね、考えたいと僕は思ってますけども、いずれにしろベーシックインカムは僕は賛成です。ただ、すべての人に同じ額っていうのは僕は、するつもりはないです。やっぱお金持ってる人はお金稼げる能力あるんだから、別にもらわなくていいでしょって考え。だからね、これね、リツイートしてるね、芸能人とかいるけど、金持ってるやついるけど、金持ってるね、もう本当に100万円もらわなくてもまだ大丈夫でしょっていうやつがリツイートしてるのが俺腹立ってしょうがない。マジいいけどさ、そのリツイートする意味あんのと。リツイートして何買おうかなとかさ、もうアホちゃうこいつ、お前自分の金で払えやバカみたいな、じゃあやめとくとか俺は思っちゃう。本当にね、切実にね、100万円欲しい、100万円ないと困るっていう人がいるわけです。俺なんて言っとくけど、年収60万とか、50万とか60万よ、年収、俺の年収。もうそういう、もう本当に来年死のうか、今年死のうか、そういう状態でね、もう1年過ぎた、今年、もう今年死のうか、今年死ぬつもりとか、そういうつもりで僕は生きてる人間からすると、100万もらったら何買おうかしら、まあ、腹立ちますよ、そういうね。わかんないのかなと思いますよね。それで、一緒に参加してるとか、もうそんな感覚もないし、お前は参加するな、ボケとしか思わないです。あ、ちょっとね、もうね、やめとこう。あんまりね、言うとね、YouTube でね、あれ、ちょっと、あれですから、ちょっとあれなんですけど、だからね、僕はだから、こういうね、お年玉プレゼントってお金のね、配ってくれるのは、僕賛成です。だって、政府がやらないことを、お金配ってくれるんですから、まあ、その代わりね、フォロワー数が増えたりさ、リツイートするとか、まあ、いいじゃんか。そういうリターンがあってもいいと思うし、その、前澤さんとか、それ他に前澤さんを真似してね、他にやってる人もいるじゃんか。いいと思う、俺は。お金くれるんだから。どんどんやってくれ、お金持ってる人はどんどんやってほしいと思う。だってお金、それやってさ、別に犯罪じゃないんだからさ。政治家がやると問題だけどね、政治家が。だから俺はできないけど、政治家がやると法律に触れちゃうんで、できないけど、政治家にならない人がさ、やる分には俺はいいと思うから、どんどんやってください。ただ、この人がね、このぶっ飛んだみたいな、破天荒みたいな感じで言われてるね、前澤さんがね、1000億円持ってて10億円やるっていうのは身内すぎます。俺が参謀だったら、もう前澤さん、ここ1000億行きましょう。もういいじゃないですか。行きましょう。前澤さんなら食っていけますよ。行きましょう。これ1000億行きましょう。じゃなかったら面白くないです。面白い世の中にしましょうよと。ハッピーにしていきましょうよって。1000億行きましょうって俺だったら言う。だからダメなんです、前澤さんは。以上です。
ということでね、何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。お前ら愛してるぜ。